ようこそ我がアイデア研究所へ。ここには世界中から社会課題を解決できる厳選されたアイデアが集まります。この番組は世界を変える可能性を秘めたアイデアをいち早く発掘し、社会課題を解決する企業を未来のために調査する番組です。本日は皆様にその魅力をとくと感じていただき、歴史の目撃者となっていただきます。発見課題解決カンパニー。それでは早速今回発見したアイデアをご紹介しましょう。購買においてこんな働き方していませんか？1. 毎回複数の仕入れ先に見積もり依頼をして価格を比較検討するため時間がかかる。 2. 複数のサプライヤーからの請求書処理に時間がかかっている。 3. 相見積もりをしないために割高で購買している。今まで当たり前だと思っていた購買業務、実はその業務削減できるんです。購買業務の無駄を省くシステムを提供しているのが、今回ご紹介するビズネット株式会社。購買管理システムを導入すれば業務量は3分の1に削減が可能に。しかも標準的な費用は無料。さらに効率化によって空いた時間をメイン業務に集中すれば生産力も大幅にアップします。1万4000社以上の企業が利用し、2023年度の IT トレンド購買管理システム部門で16社の中から年間ランキング1位を獲得したビズネットの購買管理プラットフォーム、そのサービスの実態に迫ります。はじめまして、こんにちは。所長の竹中直人です。今回はよろしくお願いします。はじめまして、ビズネット株式会社代表取締役社長渡利直樹です。よろしくお願いします。それでは最初の質問です。そのアイデアはどなたのどんな課題を解決していますか？はい、電力や建設製造のお客様の現場の購買の複雑な業務から発生する業務コストを解決しております。もう少し具体的に聞かせていただけますか？はい、会社が物を購買する場合にはどうしても相見積もりを取って最安値を選ぶというプロセスが必要になります。さらに買った後に請求書の処理、何をどれだけ買ったかと、これらの活動に大変な工数コストがかかります。これらを普通の業務だと思っていらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、私たちは課題解決できるというふうに思っております。ありがとうございます。それでは具体的に課題解決について伺います。ではその課題をどのようにして解決なさってますか？はい、購買業務がスムーズに進む購買管理プラットフォームを提供することで解決しています。私たちが提供する購買管理プラットフォームは、あらゆる領域の専門店のプロのサプライヤーさんにご参加いただき、プロの商材を調達いただくことができます。取り扱う商品点数は5000万品目を超えており、特に最安値検索という機能があり、お客様は探している商品の最も安い価格を提示しているサプライヤーの商品を簡単に検索することができます。最安値の商品を簡単にすぐに見つけられるため、相見積もりの業務を大幅に削減しております。また請求業務もビズネットが1回ずつ対応するため、請求の一本化を実現しております。従来であればサプライヤーの数だけ請求業務が発生していたものをビズネットが取りまとめることで、お客様から見ますと請求は1本という形で大幅な業務の効率化が実現できております。具体的にはこちらをご覧ください。これまで商品の発注に
45分かかっていたものが見積もり取得や業者の選定など大幅に削減し15分で完結するというようなお客様のコメントもございます。なるほど。作業効率がここまで削減できれば本業に集中できるということで本業の生産性も上がったというコメントをいただいております。それは素晴らしいですね。しかも標準機能であれば導入費も月額利用料も無料という形でご採用しやすく、またコストも抑えた形でご利用いただけるようになっております。あ、なるほど。他にもありますか？はい、オプションサービスにはなりますが、お客様の既存の取引先あるいは地元の業者さんの商品をビズネットが個別にカタログ化させていただくことをやっております。具体的な例で申しますと、電力業界のお客様が分電盤を大量にお買いになっていらっしゃいましたが、従来ですとファックスと紙の帳票で紙のカタログから選んで発注されていたものを、私どもがサプライヤーさんと協力して電子カタログに入れさせていただき、今では電子カタログから分電盤を選んで発注いただいております。それにより従来であればファックスと紙の帳票で大量の手作業が発生したものが全てデジタルで大幅に業務効率を改善し、発注側の電力会社からもサプライヤーのメーカーからも大変に感謝をいただいております。素晴らしいですね。またビズネットの購買管理プラットフォームはお客様の事情に合わせてカスタマイズすることができます。会社の購買は承認者の承認が得られて初めて発注が飛ぶようになっております。ですので課長が承認が必要な場合もあれば部長の承認が必要な場合もあります。そういった承認者の設定もフレキシブルにできるようになっております。なるほど。お客様からはどういった声が多いですか？具体的には購買業務の時間が171時間削減できたというお声とか、1万件の請求書が20件に削減できたとか、あるいは購買に関わるコストが9000万円年間で削減できたというようなお声もいただいております。ああ、なるほど。そのアイデアに気づいたきっかけはあったのでしょうか？はい、弊社はもともと文房具メーカーの子会社としてオフィス用品を提供する会社としてスタートしました。ご存知の通り、オフィス用品文房具は少子化もあって徐々に狭まってきているところもあり、新しい開拓の余地を模索しておりました。その中でお客様からこの文房具方式で現場の資材や工具を買えるようになったら良いというお言葉をいただき、それをヒントとして現場の資材工具さまざまな商材に拡大をしてまいりました。そうですか。他に何か課題はありますか？そもそも何が最適なシステムなのかわからない、あるいは使い方がわからない、さまざまな不安の声をいただきます。なるほど。導入時のご支援というのも、選び方に関してはお客様に合ったご提案をさせていただき、さらに利用開始後は弊社が設定しているコールセンターでさまざまなお困りごとの受付をさせていただいており、お客様のご利用に寄り添ったサービスをご提供してまいります。そのアイデアによってどのように世界を変えていきたいですか？はい、ご承知の通り今の日本は少子化あるいは現場の人手不足、大変深刻化しつつあります。我々がご支援させていただいているお客様の中からも現場の人手が本当に足りないとコメントをいただいております。私どもの購買管理プラットフォームを活用することで現場の業務の生産性が上がり、業務が効率化し省力化できることで、今日のこの課題にビズネットなりの答えをお客様と一緒に作っていきたいと思っております。大変貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。これからもより良い解決に向かうように応援しております。こちらこそありがとうございました。いかがでしたでしょうか？今回も魅力的なアイデアと出会うことができました。今私の目には課題が無事に解決されて皆さんが笑顔になっている様子が浮かびます。
いや、課題解決って本当に素晴らしいですね。ではまた次の機会にお会いしましょう。このアイデア研究所では社会課題を解決するための企業の素晴らしいアイデアを募集しております。私たちのアイデアはどうかなと思われた人は課題解決カンパニーで検索して情報をお送りください。